怪我の調子はどう？あの少年に比べたら大したことはありません。よかった。押すよ。はい。うわーい。機械が生み出した命。生まれて間もない彼女たちは真っ白だ。だから自分たちが実験動物だと刷り込まれれば、自分の価値はそういうものだと受け入れてしまう。でもあいつみたいに一人の人間として周りが見れば、この子たちはきっと。あのさ、私の顔なんて見たくないだろうし、許せないと思うけど、今後世界の理解を得るのにたくさんの障害があると思うの。だから、その、私に何かできることがあったら。これが立ちこぎです。と、ミサカはテスタメントで得た知識を実践し、カセと一つになります。わー、すっごい。ふぅ、これ以上は怪我に響く恐れがあるので、この辺にしておきます。と、ミサカは汗を拭います。おや、どうかしましたか？ううん、ごめん。しばらく、ほっといて。お姉ちゃん、もう一回して。もうやだよ。ダメですよ。姉というのは、妹のわがままを聞く義務があるのです。ミサカは若い目のうちから洗脳を施します。こら！これは子猫というのですよ。知ってる。ねえお姉ちゃんたち、姉妹なの？そっくり。双子ですよね。どっちがお姉ちゃんで、どっちが妹？え？それはですね。あ、待って、ルリが当てたい。自分で言い出したのに。あ、こっち。こっちのお姉ちゃんが妹でしょ。ゲコタ持ってるもん。ルリもぬいぐるみ持ってるよ。ブフ。ミサカは吹き出す真似をしてみます。確かに彼女は年齢にそぐわない幼稚な趣味で、ガサツで短気で喧嘩っ早くて、そのくせ好きなものも好きと言えない天の弱ですが、ミサカのために命も捨てようとした困った姉です。ん？不思議です。昨晩の実験でミサカは死んでいるはずでした。それは1万回以上繰り返されてきた当たり前のことでした。それなのに今この瞬間も活動を続けています。ミサカたちは殺されるために作り出されました。ただそれのみが存在意義であり、生み出された理由でした。しかし、お姉様とあの少年によって、それが失われました。リストラです。え？無職です。絶賛路頭に迷い中です。だから、ミサカにも生きることの意味を見出せるよう、これからも一緒に探すのを付き合ってください。と、ミサカは精一杯のわがままを言います。うん、よろしく。なるほど、そういうことだったんですか。そうそう、みさこさんが
寮の厨房だといろいろ周りの目がうるさいから、私んちのオーブン貸してってもう大騒ぎだったんだから。それでこんなになんか意外ですね。でしょ。まあでも美坂さん元気になったみたいでよかったですね。でも一体誰にプレゼントするんでしょう。それがいくら聞いても教えてくれなかったんだよね。へえ。ねえ。まったくもう、サテンさんたら面白がっちゃって。別に好きで作ったわけじゃないんだから、ただの俺よ俺。でもどうせあいつのことだから、自分のために戦ったんだ、お礼されることなんかしてねえよとか言うだろうし、野望なのかな。いやいやいや、でもその理屈なら筋を通すってのも私の勝手だし。っていうか私に手作りさせといて受け取らなかったらタダじゃ。何がタダだって。え、なんであんたがここにいんのよ。はあ、まだ入院中のはずでしょ。いや入院費もバカにならないし、ひもじい思いしてる同居人が日増しに凶暴になってくるしな。つかお前こそこんなところで何やってんだ。それはひょっとしてまた俺の見舞いに来てくれたのかなんて。違うわよ。そんな全力で否定しなくても。バカ。ああ、いや、お見舞いとかじゃなくて、その今回はいろいろと助けられたから、だからその、ああ、自由研究の最中だったのか。夏休みも終わりだもんな。違う！てか小学生か！邪魔して悪かった。じゃあな、ビリビリ。美坂美琴。はい。私の名前、ビリビリじゃなくて美坂美琴。いっつもいっつもいい加減覚えなさいよね。ま、あんたに言っても無駄かもしんないけどさ。またな、美坂。大変ですのお姉さん。どうなさいましたのお姉様。ご気分が優れませんの。どこかお怪我を。それとも何かおかしなものを召し上がって。何言ってんのよ。で、何が大変なわけ。あ、それが一連の無断外泊が旅館の知るところとなったようで、納得のいく説明をせよとのお達しが。まずいわね、何か言い訳を。で、おう、それをわざわざ伝えに来てくれたんだ、ありがとう。でもどうしてここが。え、じゃの道は蛇ですわ。お姉様あるところ黒子ありですの。それより本当おかしなところはございませんの。お姉様に何かあったらこの黒子だらけ。まったく妙なこと言ってると置いてくわよ。だってお姉様が。今まで見たことのない顔をなさってたから。